今まで食べた料理で一番美味しかったものは何ですか？グルメはスマホの中にあるスマグルアプリで募集編ということで、今回もたくさんいただいたスマグル情報から気になるお店に電話してみたいと思います。真っ白ママさんからいただいた、私もずっと気になってたお店なんですよ。それが延岡なんですよ。ここずっと行きたかったんですよね。行けるかな、行けるかな、お願い出て。お電話ありがとうございます。延べかりのおです。おはようございます。UMK のヨカ版という番組の私、はい、サカッチと申します。お世話になります。お世話になりますすいません、突然電話しちゃって。ですね、はい、今日この後なんですけど、はい、そちらのモノベーカリーさんで取材をさせていただきたいなと思って電話したんですけど。あ、今日ですか？はい、すいません、本当ありがたいお話なんですけど、はい、スタッフとかが人員が足りてなくって、ちょっとご対応ができそうになくて。あ、ちなみにテイクアウトで、はい、そちらのパンを食べるだけとかでも、はい、どうでしょうか？それは全然大丈夫です。大丈夫ですか？うん、はい、ということで、パンはあるので食べに行くことはできるということで、行きましょう。延岡ですよ今日は。延岡到着。そしてお店がこちら、のもベーカリー。おしゃれだな。早速行ってきます。焼けてるかな、パン。もうすっごいおしゃれ、お店の中も。で、入った瞬間香りもだけど、もう見て、パンのお迎えがすごいですよ。うわ、本当にたくさんある。真っ白ママさんが言ってたのもドッグ、手厚を食べてみたいなって思ってたんで聞いてみますね。すみません、はい、のもドッグってありますか？今日、あ、こちらに焼きたてがあります。焼きたて、これが、うわ、美味しそう。本当だ、人気ナンバーワンって書いてある。今回特別にお店の前でいただきたいと思います。のもドッグ、ホットドッグじゃないんですよ、のもドッグ。ただ重いんですよね、重量がすごい。いただきます。噛んだ瞬間にソーセージ、大山ソーセージっていうソーセージを使ってるらしいんですけど、パリッてもう自分の中身をあふれ出してくれて、このチーズだけじゃなくてホワイトソースもかかってて、そこでもううまーってなるのに、さらにですよ、ポテトサラダが入ってる。いや、これ美味しい、びっくり。でお店の方が言ってたんですけど、パン屋さんって朝にオープンするけど、そこからこうパンを一つ一つこう焼き上げていくから、全部のパンが揃ってるって状態はどうしてもなんかお昼ぐらいの時間帯になっちゃうって。だからここの延べーカリーさんは朝からもう全てのパンがしっかり並べられるように、皆さんの笑顔フルで見たいっていう思いを込めて毎朝焼いてらっしゃるらしいんですよ。真っ白ママさんのおすすめ、もう本当に納得でした。ナイススマグルでした。続いてのお店はこちら、よし寿司。ここを紹介してくださったのは新一さん。新一さんがね、なんかお子さんが好きすぎて、もうなんかこう、もう自分で一人で贅沢しにもう行っちゃうっていうようなお店らしいんですけど、まさかのお寿司じゃなくて天ぷらの盛り合わせがおすすめらしいんですよ。営業中ってなってますね。どうかな、どんなお店なんだろう。はい、よいしょ。こんにちは。こんにちは。すいません、突然。UMK のヨカ版っていう番組なんですけど、はい、今日急なんですけど取材できないですかね。できない、忙しい。忙しい。ああ、
いや、ダメ。ちょっと電話してもらわないと、突然はやってないって、うちそういうのを断ってるから。オッケーって。あざす。やった。最初はでも断られたんですよ本当に。でもちょっと私の延岡出身なんですよ。うん、ちょっとだけねって。本格的なお寿司を楽しめる吉寿司。地元の新鮮な魚介を使った握りが自慢なんだそう。そんな寿司屋の天ぷらとは。こちらが新一さんが教えてくださった吉寿司さんの天ぷら盛り合わせ。すごいですよ。エビがね4本。うわー、いただきます。うん、うん、せーの、うまみあずき。あ、大将、はい、こういうポーズして。そうそうそう、まず右肩が痛いんです。あー、嘘。せーの、うまみあずき。ちょっと大将照れてた。あ、右肩。いやいや、それだって。プリプリエビがで、いや、なんだろう、エビの風味すごいですね。なんか私エビ好きでよく食べるんですけど、その普段食べてるエビよりもすっごい深みのあるエビの香りがします。養殖じゃないけど天然なんですね。そこの違いじゃないですか。あー、天然のエビとは思います。で、エビももちろんすごいんですけど、周りに固めてあるもうお野菜たちの存在も。やっぱりね、宮崎といえばピーマン。宮崎のピーマン、やっぱこれもすごいなあ。もうこの吉寿司さんはもうお店やられてどれくらいになるんですか。30年くらいかな。で、近くで、うん、あの店舗借りて10年くらい、はい、そこまあちょっと近くなんですけどね、お店自体はじゃあ40年くらい。そうですね、あと10年ほど頑張らんといけない。おー、え、大将ちなみに今おいくつですか。もう70になります。いや、あと10年と言わず、あと20年。あ、ですか。これは確かにお子さんも大好きだけど、やっぱね、パパが一人で贅沢したくなる気持ちもわかる。ナイススマグルでした。続いてはめめママさんから教えていただいた、なんと390円で食べられるラーメン屋さんがあるということで、そのお店がこちら。もう書いてある看板に。嘘、マジで、やっべ、390円。ただ味も一品なんですって。いや、これは気になりますよ。どんなラーメンなんだろう。ただいま準備中って書いてありますが、一度開きます。開けるかな。こんにちは、すいません、突然。あの UMK のヨカバンという番組の、私坂井ひとみと申しますが、突然すいません、あの今日なんですけど、取材を少しさせていただくことって可能でしょうか。これまで数多くのアポ取りを成功させてきた坂っち。結果は、取材を少しさせていただくことって可能でしょうか。今から、はい、今からはもうやってないですね。ちょっと今から仕入れ行ったり、あ、ちょっと今ちょっと出かけるんですよ。あ、外しちゃう。本来は全然良かったんですけど、今日は本当に用事があったみたいです。今日じゃなかったらいいって言ってくれました。今すぐ出なきゃいけないって。残念ながら今回は食べられなかったものの、こちらが看板メニューの豚骨ラーメン。お値段なんと390円。原価を度外視してでも、お客さんを笑顔にするため、スープも麺もすべて自家製。そしてラーメンのお供、チャーハンも。この黄金コンビでいただくのが常連さんの頼み方なんだそう。セットでもこのお値段、嘘、マジで、やっべー。続いて延岡の街中に来ました。ここら辺はね、もう
ようご飯食べ飲みにみんなが行くところなんですよ、本当にね。でここでヤーマンさんからいただいた情報で、こちら福戸屋さんで夫婦で記念日などでよく食べるミルフィーユの写真が気になったんですよね。さあ行けるのでしょうか。もうホームセンなどでもすでに持ってます。さあどうかな。こんにちは、すいません突然。あの UMK のヨカバンっていう番組で、はい、そうです、急にすいません。あのこれからなんですけど、こちらでミルフィーユのカツが美味しいっていう視聴者さんからの情報をいただきまして、それを取材させていただくことって可能ですか？どれくらい？ちょっと延岡のこの飲み屋街のところでこれから金曜日忙しい、揚げるのに20分かかる最終です。なので20分待てばいけるって。ということでヤーマンさんから教えていただいた私の気になるミルフィーユっていうのが、小早川さん、はい、こちらは何ですか？はい、そうです。いや、そうですじゃなくて、違う何ですかって聞いたんですけど、今びっくりした。豚ロースと大葉のミルフィーユカツです。いや、すごい、そうがすごい、ちょっと写真以上のボリュームですよ、はい、早速いただきたいと思うんですが、はい、持てるかな。あ、重っ、ほら、うお、手が震える。いや、頑張れ私の腕筋。ガブッといってください。ガブッと、はいはい。でもやっぱちょっと私もともとアイドルやってたので、お口そんなに開けないかもしれん。いった、うん、うん、一緒に、せーの、うまみ焼き。ありがとうございます。これだけやっぱお肉が分厚いと重いのかなって思うんですけど、そうじゃないです。大葉が本当に間に挟まってるから爽やかさが抜けてって、これは全然パクパクいけちゃう。でもこれだけ分厚いとやっぱ作るの大変じゃないですか？まあその辺は奥様に手伝っていただいて。これちなみに、はい、その何層ぐらい？数えるのもめんどくさいんで僕は分かんないですけど、作ってる人がもう数えるのを放棄しちゃうぐらい。ただグラム数とかは350から400グラムを大体目安に。はあ、揚げるのも大変なんじゃないですか？そうですね、揚げるのは時間かかりますね。20分から30分の間ぐらいはかかりますね。これってもう最初からあるメニューなんですか？オープンして1年ぐらいの頃ですかね、うん、その頃に来てたおじいちゃんが、うん、歯が悪くて、俺でも噛めるようなとんかつを考えろと。あ、うん、オーダーがあり、はいはいはい。でそれでそのおじいちゃんが噛み切れるように考えたのがミルフィーユカツ、うん、はあ、そうなんだ。そのおじいちゃんはこの完成したミルフィーユはじゃあ食べられた？いや、食べてないっす。ああ、おじいちゃんにも食べてほしい。もう絶対噛み切れる、はいはい。もう本当にもうこの層の分だけもう思いの詰まったボリューム満点の。いいこと言いますね。ありがとうございます。これからまださらにどんなお店にしていきたいですか？いや、皆さんに愛されるお店になるのが一番ですよね、うんうん。いや、もう本当にヤーマンさん、ナイススマグルでした。ありがとうございます。